吉田さん、おはようございます。セルシオを買って1ヶ月が経ちましたね。すでにセルシオ関連の動画いっぱい上げてるんですけども、合計で1万円稼いでくれました。セルシオ納車1ヶ月後に1万円稼いでくれて、これからだから10万、100万といくでしょうね。だからセルシオ買ったけども、すでにその車が自ら自分の費用を稼いでくれてるというね。で、ヤマト君の動画ももう100本以上上げてるんですけども、ヤマト君ですら稼ぎ始めてます。これは一体ということですよね。うん、だからなんか親ガチャって言いますけども、まあ、ある意味ヤマト君はついてたなと思いますし、セルシオもついてましたね。自分の経費が全然負担にならないオーナーさんとこ来たわけですから。で、 YouTube をやるとこういう未来が待ってるんですよ。麻雀っての私じゃ絶対成し得なかったこういう未来がね。いや、これすごくないですか。これこの仕組みが地上にあるってこと、本当すごいなと思いますよ。それをしかも手に入れて、まあ取り入れてやっていけてるっていうのはね。で、あと YouTube をやることによって出会いもありますよね。人脈、お金、時間を手に入れるにはやっぱ YouTube かなと思います。で、 YouTube も未来を使うか分かりませんから、使えるかどうかね、なくなっちゃうかもしれないんで。だから今このチャンスに乗っておかないと先は分かんないですからね。あの時 YouTube やっときゃよかった、あの時 YouTube に全力投球しておきゃよかったっていう苦い思いは、あの時ビットコイン買っておきゃよかったっていうのとね、同じような感じじゃないかなと思うんですよ。いかがですかね。いってらっしゃい。